はい、じゃあ、8時半過ぎましたんで、9時からの、エントリーシート、書いてない方、よろしくお願いいたします。いつも通り9時に始める予定ですので、まあ人数そこそこかな。はい、よろしくお願いします。
Round 1 Fight!
愛。Fight!
はい、じゃあ始めていきます。最初タツトシさんとメロさんなので、はい、よろしくお願いします。とある事情でですね、巻きでお願いします。ネットに配信してるんで何でかは言えませんけど、巻きでお願いします。Bye.
ハローエブリバディ、ウェルカムトゥフライデーナイト式は、第22回目の月の細道を、もうすぐ始めます。申し訳ございません。川島さん、草さんの試合、そちらを最後にお願いいたします。で、今日の参加メンバーは、自分、辰俊、ネロさん、バーチさん、破天荒さん、山本さん、金子さん、京さん、浜松帰りの男さん、川島さん、ノブさん、草さん、ウネさん、ロードさん、スローテープさん、ニーアさんの15人ですね。こちらで始まります。あれ、あ、そっか、本当はこっちでついてるんだ。1試合目は自分と、ネロさんのガイドで試合がもうすぐ始まります。はい、じゃあ始めちゃおうと思います。はい、じゃあ22回始めます。
ということでセロテープさんお願いしていいですか、おしゃべり。セロテープです。第1試合が、1P 側がタツトシさんの竜、 2P 側がネロさんのガエルですね。すでに1本目を取っているタツトシ竜、さあ壁端ですが登り蹴り、さあ2回踊って鎖骨は立ちくらい、さらに台足も当たってタツトシさんの1勝目。2人目バーチさんですね。ちょっと寄ってるらしい辰年龍がまず1勝、来るなり俺顔赤いって言ってたんですけど、軽く一杯やってきたらしいです。さあ開幕ヘッド、さあヘッド掴んで、おっとターンが裏に抜けて、ちょっと大きいターンパンチ、見てからタンクヘッド出てますね。おっとギョった、落ち着いて真空、何か動くものがあったらヘッドが出るという感じ。さあヘッド、さあ右から投げて壁端、さあ竜巻の昇竜拳、鎖骨から外野手繋がっていない、置いてあった真空に刺さって竜と尻2連勝。次が破天荒さんですね。破天荒さんと辰俊さんの龍々、式に来るたび新谷さんの教えを受けて日々進化している破天荒龍、開幕は両方飛び、これから島で運んでまた辰巻から勝龍、朝で勝龍、さあ気持ちよく踊って、つながっていないが、と外野手を重ねた真空は口当たる、今のところ気持ちよくやっているダンス真空が、さあ開幕を切った、当たった一から勝利、先に動こうとするタスキューの裏をかくような形で天功さんが1本取り返す、タスマイカーの勝利権も覚えた、タスマイカーの使っていく、こっちを使っていく、最後は飛んじゃったところにきっちり昇竜拳、さあ辰俊龍が 1-2-3 連勝、さあ止められるのか山本チュンリー、あんまり厳しい組み合わせにならないようなくじ引きになっている気がします。さあ辰年が気持
地よく気持ちよく昇竜拳食べ始め3回ぐらいバックジャンプしたんですけど何も起こらず前に飛んだら昇竜拳さあ気持ちよい背中だけに重ね方失敗さあ勝ち越し竜が止まらない4連勝のまま金子がいる序盤は竜がいる順に戦えるとこの次も剣ですしなんか玉持ちキャラが綺麗についてる感じですねさあこれはちょっとそろそろ止めないとラウンド1ファイトが放してさあねここで昇竜拳さあ金子がラグビーをしない置いた球に普通に当たって金子がまず一勝気持ちに竜巻を落とさないことには一生竜のターンさあっと頭に引っかかっている引っかかっている方が壁端で竜巻を打ってしまうさあちょっと金子ガイルがリズムが取れてない感じめくりがホント様が出ていない端まで運びきっちりだやし左の方に前が狭いんですが当たるときはだやし当てればダウンが取れるのでさあ前の上通すさあまた竜巻こんばんはさあシンクロを使ってしまうこれまだ本当こっからああこっからこっからこっから何も起こらずサマーがねそうですが4連勝あでもすごい健闘です、ね、いい流れ見てて分かりやすい流れああ実は相手誰だか分かんなくて金子さんかなと思って本当に金子さんだったっていうねいやいやなんで飛んない最後飛んじゃうんですかねない最後飛んじゃうのは多分だからなんか吸い込まれるあの体力がやっぱりそうなんですよ私が言うことじゃないけど心臓がなんかバクバクしてそうなんかやっぱり体力差で、うん、なんかねあともうちょいみたいな自分がね本当はいつもだったらやれるやっぱでもこの四季のその大会何回か出てますけどやっぱ緊張しますよねしかもこの試合と違うものすごい緊張感があってで思わず飛んじゃったみたいな思ったんですかなんか配信台で形はどうあれ対戦をするっていうのは、まあ、ちょっと自分くらいの経験だとやっぱり緊張しますね、まあ他とかの方だったらちょっと全然平気とかもうちょっとリラックスしてとかしれないけどまだそのこう1本取れたとかあともう少しで勝てそうとかそういうなんか邪念みたいなのが入り出すとただ緊張するじゃなくていろいろなんか慣れてきたら今度そういうなんかあれやろうこれやろうみたいなそう言ってるうちに試合がこの京さんは今日教えてもらったんですけど、はい、今日っていうのはクレイジーの今日から来てるっていうでもこのクレイジーと言いながら京さんのこの剣の動きはもう好きですねもうなんかものすごいいろいろとこう動いて
積極、ああ今の積極方に攻めていきましたけど、私もう完全に一人自分の中ではキングオブファイターズの今日、今日って聞いた瞬間ずっと勝手に今日様呼ばわりしてますけど、燃えたろう燃えたろう、私でも今日久々の今日さんのこの剣と安定の金子さんのガイド、ああ今のすごいですね、今の勝利権素晴らしい、この位置になると私とか辛いですね。あこの金子さんのこのソニックを打ってからの全身のこの裏剣当てるのはすごい上手いですね。おおすごい、そしてこう京さんが当てて、あこれはかなり京さんが言う、そしてね金子さんがどうやって打つか、ここにシュワシュワして、まだあと20、おお今の裏剣いいですね、もう怖い、おーすごい、金子さんのこの前後の動き的なものがものすごい相手からすると戸惑っちゃいますね。あ、うん、あ、次が京さんに向かって、次が浜松帰りの男さん、さあ出ました、スーパーバルログ七色のレインボーというか、あ、スーパースーパーのバルログ、スーパーのバルログってなんかスーパーで売ってるバルログ、うんね、みたいな言い方の、スーパーのバルログの色色はですね、バシンバシンドーンと、あーさすがです、バシンバシンギャーギャーギャー、なんかテラーないんですよね、テラーないからもうめくりに今テラーないですよね、そうですね。あ今のリップアッパー正面に開けようとしたんですかね、おーさあ強化してでもまずガードして、この強化来た時のガイルっていうのがなかなかこれもまた結構これやっぱ、うん、S もなかなか表分かんないもんなんですかね、これは浜松帰りの男さんが1本取りました、さあ3本目、ああ今のスピードですね、スーパーとはいえやっぱバロードが非常に厳しいですね、うん、しかしそうだけどさ、スーパーはよく意味がないから、そうですね、これはめくりマジ、さあ金子さんがこれが金子コンボと言わんばかりのこのガイド、かっこいい、めくってく、めくってく、ね、3連勝ですね、抱き合ってますけどここで浜松帰りの徳さんはよく俺に タックルをする、20連敗した負け方覚えた素晴らしい、次はでもね、カワシムさんですか、うん、これは、あーすごい、次がカワシムさんの、DJ ですね、カワシムさん、これは打ち合っていって、うん、リフトで落としていくっていう、DJ とガイルってなるともうソニックとこのエアスラッシャーのこの治安のこの我慢の試合っていう印象がすごくて、あそうですね、ちなみに勝つ勝ったのや抜きとして私は DJ 戦好きです、あのなんでかっていうと勝つ勝たないじゃなくてソニックの練習とリフトアッパーの練習、あとまあ中足のとか、まあ、やっぱりそういう練習ができるので、そうです、そうですね、確かに CPU でもできるけど、やっぱりこう人間、そうですね、人間って言い方おかしいです、ある意味ちょっとさらに進んだ、そうそうそう、なんかガイルとガイルも楽しいんですけど、やっぱりちょっとね、似てるようで違った方が、あとこの DJ のこの手と足のバリエーションの大きさと、ガイルもガイルで手と足があるので、その攻防の試合が面白いというか、しかしさっきの川島さんの、スバットカーニバルスーパーコンボのあの感じですね、このまま川島さんが DJ で、おー今この肘が怖いですね、あーこれこれ素晴らしい、川島さんが一、人抜きしました、次が、ノブさんの剣ですね、あノブさんの、ノブさんも、ね、あの四季のこの対戦会非常に毎回来てくださって、この剣とザンギのこのバリエーションが素晴らしいですね、
あ、ロブさんの今のこの足払いからの見せたかったという、それを川島さんが冷静にうまく見てガードして投げましたね。このポイの投げが怖いですね、 DJ の。OK、 これ OK、 マシマシマシ、この DJ のこの肘ですね、これが判定がでかくて止まっちゃうんですね。あ、そうかもしれない。あ、でも DJ ね、あ、素晴らしい。これで、川島さんが2人抜きですね。次が、今回初参加の、草さんの、になります。チュンリーですか。草さんのホンダですね。あ、ホンダ失礼しました。ホンダということで、はいはい、あ、これここにね、草さんもチュンリーがメインキャラです。このサバキャラのホンダも非常に強いんで、これは注目ですね。あ、今の足からの爪の伸びすごいですね。いや、このプレッシャーすごいですね。怖いですね。あ、しかし全然手に攻めて大位置をかけるね、結構ここまでに持ってくのがホンダ、うん、辛いですよね。あ、こういうのもありますからね。あ、すごい川島さんの DJ が冷静に跳ね返して1本取りました。さあ、2本目、すごいですね。草さんもこのチュンリーの素晴らしいその足払いの動きがホンダにさらにプラスされて、非常に動きが素晴らしいなというか。しかし川島さんのこの立ちからの今のこの敵の立場、あ、しかしここ投げて、あ、素晴らしい。草さんが1本取りました。絶対に逃さない部分がありますね。さあ3本目、ここドスコイ。しかしここで川島さんガードする。さあソバックガード、ドスコイ、エアスラッシュガード、さあ借りて、さあこのギリギリの攻防が怖い。さあ掴む、さあさっきパシパシとさ投げる。さあここからさらにどうなる。あ、これが結構、わー、素晴らしい。草さんが一人抜きです。次、うねさんの帰る。うねさん、ラウンド1ファイト。なんだろう、はい、じゃあここで、スロテープさんの白いガイルですね。いやー、いつ見てもこの白いガイルの色っていうのは個人的には好きな色ですね。なんかもう白衛線がうまいというか。あれ、うねさん、うねさんのガイル、うねさんのガイルですね。あ、ごめんなさい、うねさん、私今日初めて、うねさん今日初めて。そうなんですよね。何回か対戦会で何か見覚えあるなって。あ、そうですか。なんか自分は初めてですね。毎週いてるようで見てないですね、全く。なんか見てるような見てない。なるほど、早い時間とかに。しかし別のお店かも。でもうねさん、この初参加のガイドで、おー、すごい。あの草さんのこの本田にギリギリの、さあ体力お互い同時、これはいける。おー、すごいすごい、なんと1本目取りました。草さんの本田から1本目取りました。さあうねさん、さあこれはまた式に新しいヒーローが誕生するかどうか。さあ、さあうまいっすね今のとこが、うん、ホンダガイルはガイル有利っていう言えばそうなんですよ。でも草さんのホンダは非常に手強いですからね。うん、あ、しかしドスコイやって、さあここで、あの、このプレッシャーが怖い。さあここで、さあ、あ、今のサンダー決めたかった。惜しい。さあここでサマソルト、ジャンプ、素晴らしい。おー、素晴らしい。さあ行けるか、行けるか、行けるか。おー、素晴らしい。なんかちゃんと、またニューヒーローが生まれました。うねさん一人抜きです。素晴らしいデータの式に、また新たなニューヒーロー、あ、ロードさん、リュウですね。さあここでロードさんが X リュウです。なんとロードさんが普段 S 剣を使ってるロードさんが、さあ、ウネさんとロードさんの X 流ですね。ロードさん、スーパー剣をメインに使っているのが、X 流だと。で、X 流を使う理由を聞いてみたら、このスーパーコンボケージがある、S 剣みたいなものかもと、こう言ってましたが、
でも結構このお二人非常に若いので、若さならではの、良い戦いが見れるかと思いますが、ウネさんが非常に冷静に、待ちながら一本取っております。4名カードカードさあ勝利。もう今の飛び込みに中キックですね。中キック、さあ波動、波動、波動やって、波動でしょ。ああ、ソニック当たってしまう。ソニック、パシパシと。ウーネさんがもうかなり離れしてるかのような動きですね。ああ、今の真空をちゃんとガードし、さあ、これ投げる。さあ、まだ分からない。さあ、ここから。から竜とすればどうするか、立ち巻きを出すか、そこも、ああ、もうこれは残り1分か、ああ、素晴らしい、ウネさんが2人抜きです。さあ、これで、次が、次は、セロさんのガイルですね、セロテープさんのガイルになります。セロテープさんがガイル使う、いやー、昔からは考えられなかったなと。ああ最近見の方出血さんじゃないのか説か、はい、ああ出血だよめちゃくちゃですねさあガイルガイルの対決、セロテープさんのガイルも文字合い見ててかなり離れしてるなっていうか、いやー昔も考えられなかったですね。僕昔のセロテープさんのサブキャラってホンダのイメージが強かったんですよね。なんかセロホンダとか昔言ってて、そうなんですよね、うんうん、なんか同キャラで負けたときに、ザンギを倒すためにホンダって聞いたことあるんですけど、ここで言っていいのか分かんないけど、あもう、まあ、ちょっと、なんとこれは、ちょっとね、やっぱ、ウネさんが3人抜きの可能性が多いに出てきた。応援しちゃうね、ウネさん頑張れ。これはやばい。やばい、やばい、やばい、やばい。頑張れ、頑張れ。スローテクさん頑張れ。高校生って聞いたもんだかもしれない。第18回チャンピオンセロテープさん頑張れ。何気に好きの、一つやってる子、若いですね。お若い方が多いです。でもそこがいいですよね。四季のこの参加していただいてる方々が非常に若いっていうのがいいね。詳しくはおいくつなのか分からない、20代の方が、いいですね。まさかの高校生が、今のセロさんのこの攻めいいですね。スローテープさんがこの四季の対戦会で対戦するようになってから、いろいろな手を使うようになってますけど、お、当たりました、さすが、素晴らしい。サマー結構ガイルでさ、この辺は冷静にスローテープさんの爆発の部分が、ザンギの部分が見事に生かされているか。あ、しかし今のリフトもすごいですね。今のウネさんのリフトもすごい、とっさの判断力。さあソニック、ソニック、さあまさにソニックの数を数えるとばかりのこの、しかし、この中足、これはもう中足攻防、あ、しかし、素晴らしい、今のサーバーソニック、セロサーバーソニック、素晴らしい。ここは飛ばない方が、ずっとソニックの方が。飛ばソニック。さあ、それで焦ったら、焦っちゃう。さあ、ここで飛ぶか近づくか、あ、飛んでしまって中足が当たった、あ、近づいてしまった。しかし、素晴らしい、梅さんが、これでなんと3人抜きで、さあ、ここで、さあ、ここで、新谷さんの本田です。さあ、ここは、ある意味、プロの洗礼と言わんばかりの、この新谷さんの本田、まあ、さあこれは注目の分かんないよ、うね、ん、さんもどれくらいやられてる。でもうねさんの動き素晴らしいですね。とっさの判断力の中足とか素晴らしいですね。これは注目の対決ですね、はい、さあ開幕でさあ足を出す、さあソニック、ソニック、ああ今ソニックと足を上げて素晴らしい。あ、さあしかしここで新谷さんがさあここを逃さないで掴んで、さあここで新谷さんのいつものお時間になるか。さあここでもう一回、お、いやしかし今のガイルリフトアップしようとしてたんですかね。素晴らしいですね。追い詰められてもとっさに何かを出そうとする判断力はお姉さん素晴らしいところですね。さあこれさあ、ベシベシベシってやって、さあ近づく近づく、この近づくプレッシャーが怖い。さあウネさん頑張れ。さあこれ、さあウネさんに頑張ってほしい。さあソニック、お、今のソニック素晴らしい。さあソニック、ソニック、あーいいっすね、今の中キックいいっすね。お、今の初キック素晴らしい。さあまだ分からないぞ、思わずこれは見入っちゃいますね。あ、そう、こっから、あー張り手、しかしユネさん素晴らしい試合の連続でしたね。あ、次
次山本さんのチュンリー、次は山本さんのチュンリーですね。これで1周目が終わって、あ、次がごめんなさい、次がトモサさんの、バイソンですね。いやー、ウネさんのガイル非常に素晴らしかったですね。お疲れ様でした。いやー、素晴らしいなと思いました。感動しました。あのとっさの判断力の中足と、あのしゃがみ召喚機とで、ホンダに攻め込まれても何かリフトアッパー出そうとしたところとか素晴らしかったと思うんですよ。またぜひご参加を。もうね、いやー、見ていて非常に楽しい試合だったので、ね、ありがとうございます、まあ、次が、友座さんのバイソンですね。このバイソンとホンダほぼ同率的な強さと言われている部分がありますが、さあどうなんでしょう。いや、そこでさあタンパンチでやって、そしてさあパシパシッとやる。さあ友座さんのこのバイソンも非常に強い。そこでフォアとやる。そこでフォアパシー、フォアパシー。さあ、あ、今のニアさんのこのドスコイに対してパンチ出す、素晴らしい。さあ素晴らしい、スパコンが出て、トモザさんが1本取りました。さあ2本目、さあここでこうなって、さあ、お、今の冷静に返してゴシゴシゴシっと。バイソンとホンダっていうのは本当にその同じタメキャラの部分があっても、さあカッコバシバシっと、おー素晴らしい、トモザさんが一人抜きしました。さあここで2周目で、山本さんのチュンリーから始まりますね。さあ、山本さんの、投げの怖い、イエローデビルなチュンリーと、友澤さんのバイソンですね。さあここで100連射中、パシー飛行券、パシー飛行券。さあこのパシ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 ッと気持ちいけどうですか。ああ、友澤さん安定のバイソンで1本取りました。さあ、さあバイソンで、さあこれ背面、さあオアオアと、さあ攻めです。うわー、友澤さんのこの果敢な攻めが素晴らしいですね。一撃一撃の拳の魂にものすごい意志力を感じますね。素晴らしい。これで友澤さんが2勝目です。さあ、次が浜松帰りの男さんですね。S バルログでおなじみの、浜松帰りの男さんです。さあ浜松帰りの男さんの七色のスーパーバルログ。さあ空中戦艦バルログがどこまで頑張れるか。おっと、これは色が変わった、青色だ。もう一個の色あったんですね。いや、この色もなかなかいい色で、さあこの水色の輝きがどこまでするか。あ、このスーパーとはいえこの足払いがですね、しかしこのバイソンのこのバシガシガシッと、さあパンチを出して、さあボクシング150年の歴史を見事に体現するかのようなものすごい攻め。さあそうはやって、さあ、さあヘッドをやってもう一回ヘッド、さあこれ、あ、しかしこう投げる、素晴らしい。あー、しかし今の振り向きのパンチで一本取りました。さあ4名オアーってやって、さあ8と、さあさあ友澤さんのバイソンが果敢に攻めて、お、しかしあーバーガードしたが、これで友澤さんのバイソンが3人抜きですね。次が、この文字なんでしょうね。山、この顔文字面白いですね。ねえ、絵文字いいっすね。この絵文字じわじわってますね、見てて。ものすごいハードだな。さあこれで次が、京さんの剣ですね。さあ京さんの剣と、友澤さんのバイソン、非常に注目の対決。ああ、商品、なんですか。暫定1位。あ、そっか、俺が暫定1位なの。やばいやばい、これは何かが起きる。
めちゃくちゃな大会なんですわあ、これは怖い。少しビシッと、ああ、取って、友澤さんが安定で、さあ、4人抜きですね。次がまたうねさんのガイルです。頑張ってください。さあ今日注目のスーパールーキー誕生、ウレさんのガイル、非常に素晴らしい動きで、さあ京さんのデートらしきにニューヒーロー誕生、この2人目のニューヒーロー、白いガイル、ウレさんのガイル、さあ注目ガイルとバイソン、ここで ショーパンチ、そこに攻めるパシーパシーパシーと、さあ中キック中キック、あ中キック大キック、お姉さんも素晴らしい、ああ今の判断いいですね。さあスパゴンがお互い溜まって、さあどこでバイソン攻めるか、しかしお姉さんの果敢にソニックを攻める、おお今のソニックですね。さあここで、ああ出してしまった、これで友澤さんが1本取りました。パシーッとパシーッとマディキック、キックショキック、キックパシパシパシーッと、さあダブルサマー、さあパシー、ああさあわわわか来て、よし返す、さあ、あ今の隙を見逃さなかった友田さん素晴らしい、これで5人抜きです。次がロードさんの剣、スーパー剣です。はい、ラウンド1ファイト、さあロードさんのスーパー剣、さあこれが本キャラ昇竜の当たりが非常に大きい、いやさあ、あ今の足を使ったところが少し素晴らしかったですね。さあしかしこの勝利素晴らしい、さあゲシゲシとやって、さあ勝利、さあこの強烈な判定がでかい、スーパー剣のこの勝利が怖い、そのトモザさん、あ今の助かっていった、さあこれはまだわからない、うわースパコンダシムシが、さあおしかしヘッドウザ、あしかし勝利だ、さあ、あーっとすごい、なんとロードさん1本取りました。さあこれはわからない、さあ2本目フォアをやって、さあピシピシピシと、ショーキックでショーパンチで、さあクッキーマギャルがゴシ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 とペシーと大キックすかして、さあここでヘッドを出す、さあここでさあここを逃さない、あしかしスパコミがして、あーしかしあーしかし勝利出しちゃった、あーしかし出してしまう、ここを投げる、さあまだわからない、あーしかしそこ、あさあ始まって後ろに下がる、さあ稼働圏で落ち着きを、しかし今も一緒の隙を友澤さん残さなかった、さあ竜巻を今やって、さあ位置が変わって、さあ怖くて竜巻、そう投げる素晴らしい、後ろに下がる、さあ友澤さんがうまくガードして、さあこういう足場やっちゃう、さあこれは分からない、あしかしゴチゴチが来た、さあここからローラー、あーしかし勝利出して、しかしおっと今の蹴りをですか、あさあおっと勝利当たった、さあ分からないぞ、さあおっと素晴らしい、ロードさんのこの一瞬の反射神経の素晴らしさ、あ次俺だ、じゃあぶっ殺してきますね、ラウンド1ファイト、この試合すごかったですね、最後の立ち台ゲートがなんか半端ない、えコンボン、えラウンド1ファイト、なるほど、なんだろうあの立ち上げ、これは使えるっつって、佐々木
ほど猛威を振るうガスト・シリュウが大昇龍我慢できずに飛んだ方が負けなのか飛んだ方がいいのか夏巻からの昇竜拳はもう今日5回ぐらい見てますねさあ剣2枚から拳さあラストシリュー再び一緒でさあ出番ですよお兄さんそうなんだ。ワンピー側が辰俊さんの竜、ツーピー側がニアさん。これは苦しい。うわあ、うわあ、昇竜かする。うわあ、投げられる。あ、きついっすね。出来上がりにボタンを離すだけの簡単な仕事。これ。いやーきついさあこれはおこっから龍が諦め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 厳しい早く早く早くこっから出たいやーす出していく分からない分からないさあゲージは立ってるぞうわ当たれば当たれば当たれば当たれ当たればいける当たればうわー打っちゃったずるいっすねこれはまあ打っちゃダメなんですけどいや次は、はい、いや中学生みたいな対戦になっちゃいましたなんで進行幅を出さなかったのかってい や, やっちゃいましたねあれやっちゃいましたねも う, もう出した瞬間あーとか思ってあーとか思ってあれはめちゃくちゃ惜しかったです、ね、いやでもいい勝負、ね、ありがとうございます画面端のすごい追い上げが激しくこのニーアさんのプレッシャーが怖いんですよねさあ次がこれがネロさんのガイドですねそうですねおっソニックいっちゃっていやー厳しいあこっから怖い足を突っ込まれるとなかなかガエルはやばいっすねおでもいい感じでああでもこれ当たっちゃうかおおリフトアップ素晴らしい今のいいっすねリフトアップ器用にソニックを使っていきああ今のは惜しいホンダのあのドスコイがめっちゃ鋭いっすね当たりますねスーパーズかけてさあ見て中足がうまくそうですねネロさんがこの中足とこのリフトアッパーが無理あしかしこの画面足厳しい勝負ところうわーソニック踏まないやばいやばいこれは突然のドスコイか張り手か上か分からないですねやっても中足がスタイルおソニック踏むここからいや、わかりませんね。おぉいける、これいけるかいけるかあぁ恐ろしい恐ろしい百貫あぁ惜しいこれでニーアさんが、二人抜き…二人抜きですかですね。で、次が金子さんのガイルですね。金子さんガイル。あそこの百貫蹴れればワンチャンありましたね。そうですよね。うん、あ惜しかったっすね。惜しかったっすね。ねちょっと早かった。さあ、金子さんのガイル。おお、早速。さあ、今のどんどん。さあ、これ。いやー、これ苦しい。おお、投げる。さ
この2人の脳試合は何回もやっている形なんで、お互いの手の内が分かってるはずだろうな。おー、裏剣、裏剣素晴らしい、刺されましたね、刺されましたね。おお、うまい、対空、はい、さあ、本田、本田、うわぁ、100巻を落とされるとなかなか厳しいですね。さあ、これは金子さん、安定の勝ち方、しかし、いやー、さあ、ここの、ニアさん絶対残さない、いやー、出た、そこからが本田の、おぉ、投げられて、投げられて、そこからさあ、ここ、うわ、投げ返す、うわぁ、あー、すごい、金子さん、一人抜きですね。金子さんですね、次がノブさんの剣ですね。この組み合わせは結構熱くなりそうじゃないですか。熱いですね。ノブさんの剣と、金子さんのガイドですね。あー、ソニックが当たる、当たる、まず勝利を出したくなるような誘いの前に金子さんがうまく誘導する感じがしますね。さあ、しかし、いやー、完封裏剣かと思わせるとしゃがみで上げるやって、その後完封裏剣でやるという意識配分がすごいですね。あー、そうですね。ここからどうやって近づいて剣をすれば攻め込むか、やっぱ弾の打つところがやっぱり裏剣の当たる間合いなんですよ。とてもうまいです。うわっ、さあ、ここからいやー、気持ち悪いです。正面が攻めますけど、恥ずかしい。さあ、さあ投げる。さあ、ここからどうなる。ありますよ。あーあー、すごい。これで金子さんが、2人2連勝ですね。次が破天荒さんの竜ですね。ユーガエル戦といったら、みんなの大好物ですね。さあ、あと、あと、さあ、ハテンコさんもこの竜も非常に、おー、いいですね。裏剣は出させないぞというこのハードも面白い。あ、うまいですね、弱中強の出し方が、ハドルのうわーっと、今のハドルでこのボッサムのジャンプが恐ろしいですね。そうです、うわー、入った入ったが、まだ体力的には龍側がリード。さあ、飛び切り良かった、飛び切り入る、やーっと刺さってきましたね。さあ、これ進歩が乗る、さあ、これ残り10秒、残り10秒さあ、いける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 、さあ、ここはいやー、これはおー、竜巻竜巻で素晴らしい破天荒さ、1本取れました。いやー、これはかなり1本目取ったのは精神的にでかいかもしれません。そうですね。さあ、中心プラスで今の破天荒さんでも我慢してからの台足は良かったですね。しかし、すごいですよね。さあ、飛んで、しかし、恐ろしい。しかし、ガイルの足と裏剣がうまくその当たる前ギリギリに誘うこのやり方がすごいですね。これ難しいですよね。さあ、うまい、技を出しそうで相手に技を出させながらこうやって攻めていくっていう、この金子さんのスタイル素晴らしいですね。素晴らしいですね。さあ、3本目、詳しい進歩、おっと、詳しい、このソニックの位置はまずい。ここでソニックをやって必ず裏剣を当てるっていう部分が金子さんの強いところですね。さあ、今も投げる。さあ、しかし石球、石球止まってるから、さあ、いやー、刺されない、さあ、かなり今冷静ですね。さあ、今、うわこのギリギリの、そうですね。さあ、次が、バーチさんの、バイソンですね。さあ、これはガイルとバイソン、あ、これはちょっと見物ですね。
バイソンにボコボコにされちゃったんで、これはぜひ参考にしたいところです。ラウンド1ファイト。いやーこれで矢一うまい、すごい消化しっかりしてほしい、ショーパンで落とし、さあ、その勝利だ。ソニック、しかし、バイソンもかなり近づいている。猫さんがそのキックを出しそうだと思っても、こうやってパンチを出して意識を分散させて、そして肝心なところで足を開けるっていう攻防がすごい。いやー、ここはいやー、素晴らしい、冷静ですね、ですね。うわ、うまい、今のは素晴らしい。さあ、ペシート投げる、これはバイソンがなかなか難しいんじゃないか。ジャッター、ソニック、うわー、ソニックが完全に金子さんのゲームでしたね。金子さんのペースですね。この勢いを止めるのは。さあ次は、スローテープさんのザンギエフですね。これもザンギエフ、なかなか厳しいカードですが、まあ、さあ第18回チャンピオン、チャンピオンスロー様、スローテープさん、このザンギ、さあどうなるか。さあソニック、金子さんの今の当たる当たる、さあソニック、ソニック、さあソニック、この中足のこの当て具合が素晴らしい。そして飛んでるギリギリのところの立ち位置とパンチで当てる。しかし近すぎますね、ザンギ。でもこれはリフトか、やはり厳しい。ラウンド2ファイト。さあソニック、さあスロテプさん頑張れ。さあスロ様がどうやってうまく近づいて、うまい、いやしかし負けてしまう。さあソニック、ソニックの嵐。あ、金子さんのこのさすがの素晴らしい、今のはわざと後ろに下がってからですかね、わからないですけど、あいや安定した完璧の行動、しっかりしてます ね。さあここから注目ですね。草さんのチュンリ、草さんのチュンリ非常に強いんで、この金子さんのガイルとは非常に注目の対決ですね。何連勝中ですか。金子さんは今、そこのボードに4、5金子さん5連勝中です。金子さん5連勝中。これでさあ、ここのからの草さんのチュンリーと、さあここからどうなるかのチュンリーですね。おーっと、今のはなんだ、すごいすごいすごい、なんだ今の大キック、初めて、あーすごい、いやーうまい大キック、特にさあ90スコーやって、あーこれはすごい、これはもうこの動きはやっぱり草さん素晴らしいですね。素晴らしいですね。でこうやってしかし、アニクザのソニックも一発一発が全て生きているような、そうですね、なると思いますよね。無駄なものがないないですね。しかし投げる、おーっと、そこの垂直跳び、すごい。しかし体力リード的には金子さんが、おお、これはここ投げる、うわさあ、チュンリーが恐ろしい、どうだどうなる、うわあ、素晴らしい2本連続、今の攻防は素晴らしかったですね。草さんがさあこれで一人抜きで、さあここから、次が川島さんのダルシムで2周目が、一旦終わりますが、もしこのまま川島さんより草さんが勝って、3周目のこの
メンバーで何人抜きかまでは言われている形ですね。あーなるほど。それで1位か2位を決めて、そのベスト2で、3本選手で3試合やって、あ、3試合選手した方が優勝という形です、ね、なるほど。あと今川島さんも今どうやってますか。さあ、草さんの準備、今回初参加ですが非常に、強いプレイヤーとして、名を馳せておりますこの草さんの準備。そうですね、この式の大会自体は初参加ですけど、いろんな大会の方で非常に強い準備という形で、しかしこれはここでわからない、わからない、いやー今のはすごい川島さんの今のドリル素晴らしい。さあ1本取りました。さあ2本目、相打ち、相打ち、さあこっからっす。右の大会意識の細道、この第30試合目にして2周目が終了となるこの試合。さあ秒だ、さあこれ、さあ燃える、さあこのまま川島さんがこのまま、いやあライスさん、さあここから3周目で、ここがですね、最初が山本さんですね。さあ、山本さんのチュンリーお願いいたします。あ、ロードさん、あ、そうか、ごめんなさい、友田さんですね、友田さんの、ベガですね、これが最後になりました、ごめんなさい、友田さんのベガで、2周目が一旦終わります。で、友田さんおよびのベガ、川島さんのダルシムは、こちらのルールで2回優勝をしてますので、勝ち数からマイナス2を引くという形での、マイナス2、マイナス2という形で、行います。で、その上で、1位2位の勝率同士の、決勝戦となります。なのでこのお二人が最低例えば5回勝ったとしても3連勝扱いなんで、5連勝するには7回勝たないといけないんですね。非常にあれ厳しいですよ、厳しいです、はい、あ今のこの友田さんのこの手びく飛びが素晴らしい、ペシ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 と完璧な、完璧ですね。よくピョるんですよね、出川は、はい、うまい、あの台足が長いんですよね。しかし、ダールシムもで、どうだ、うおー、弾が当たる、さあ、カシムさんが行くのか、そこでしかしまだ分からない。ここで削って、さあ、さあ、トモザさんがこれでチャンスを伺う、いやー、今のチャンスを伺ったが、さあ、カシムさんがこれで、2連勝、2連勝で、さあ、ここから3周目の、形となります。ランダムで決めた選手の順番でなります。山本さんからですね、山本さんお願いいたします。ランダムで決まるんですね。そうですね、ランダムであのように決まりまして、あーなるほど、はい、じゃあ山本さんからですね、はい、このメンバーですね。あーはい、さあここから川島さんの連勝を止めるのは誰なのかというところですね。さあということで、さあ山本さんのこのチュンリーもその投げが非常に怖いんで、分からないぞ。さあこれで、さあこれやって、そう今投げ返し、投げ返しか、素晴らしい、スイッチ取って、あー安定でベジスト。川島さんのダルシムは何て言いますか、この攻めるダルシムという感じですね。ガンガン攻めてますね。普通のダルシムというイメージは、待つという部分が全くない、攻める部分なんで、相手からのプレッシャーは非常に大きいですね。で、何かを攻めざるを得ないという手を出した瞬間にちゃんとドリルを出す、もしくは転ばせるというのをうまく川島さんは対応するので、非常に手強いと言いますか、非常に強いですね。いやー、こういうところですね。うまい、素晴らしい。さあこれで、川島さんが、3人抜きですね、次が京さんですね、京さんの剣ですね。ダルシム剣ってどういう感じなんですか。ダルシム剣、いやでも剣はきついと思いますよ。あ、剣側がきついです、もう竜とまた違う形で、
どこで勝ち負けから勝利を当てたりとか膝蹴りを入れるかっていうところですけど、まあでもこの京さんの剣も非常にトリッキーな動きで、あの相手を戸惑わすのがうまいんで、まあこれもこれで非常に注目の一撃ですね。あーしかし、あーじゃあじゃあ、いやいやいや、でかなり5分の4ぐらい減っちゃいましたね。あー今飛んだが、そこへ勝利、さあフレイム、さあ今の立場剣がさあガード、あー今これで勝利ですね。ここですね。あーしかし飛んだところをスライディング、抜かりがないですね。さあこの川島さんの誰が止めるのか、この京さんの全然素晴らしい剣が止めるのか。あ今のところの視点にさあ今勝利、昇竜拳当たる、どうなる、あー今ワープが飛んだところを下のスライディングで当てて完全にダルシムゲームですね。あ反応がえげつないですよ。これで4人抜きですね。じゃあ次は、ロードさんですね。あのヨガワープはやばいです。これさ、このままさマイナス2なんで7連勝になるか、それとも7人抜きするまでの間に誰かが止めるのか。さあここでさあロードさんのスーパー剣ですね。 S 剣、あれ、あ、竜です。なんとロードさんは竜を選びましたね。 X 竜、あーなるほど、確かにガルシム相手っていう部分では竜巻旋風脚がありますからね。ファイヤーをくぐり抜けながら倒す、あーあ大ゴスで仕掛けたしかし、ドリルがよく当たる、誘いが上手いっすね。今のところですね、ここの部分で、そうこうやって多分を出した部分で、このドリルという部分がこのパーシルさんのダルスの上手さですね。いやー今の飛びたかったか完全に読んでた。さあ川島さんが1本取りました。まだないな。さあここで投げる、サンダーキック、うまい、ファイヤー波動拳をさすらが近く、投げられてスライディングドリル、あーこれは厳しい、お当てる、今のシック打てれば当たってますとしたら当たってます。あ、さあこういうとこです、このファイヤードでさあ相手が倒れる、あーしかしあさあでもこの辺はエスカー、あー惜しかった。今の竜巻は非常にスーパー剣使ってる経験がかなり生きてる感じがあったんですか。そうですね、あー惜しかった、うわー、今のは、悔しいですね、悟りですよね。悟りを開いてるこのダッシュ。さあ次が、浜松帰りの男さんへの、スーパーバルログかなとは思うんですが、さあじゃ浜松帰りさんです。浜松帰りの男さん。さあスーパーバルログと、さあこれバルログですか、スーパーですか。さあここで、さあここで逃げれて、あーしかしさあ2音ぐらい、さあこれ、あー今のフィールド、さあヒョウをやるか、あー今のショップでうまく返す、で、フィールドやる、あー今のヒョウをやるか、さあワープ、スペシーと、見やす、
おお、これ今の惜しい。ちょっと今開始の前、どうなる。うわー、チョップが刺さる。まだ分からない。ワープで間合い取られちゃうんですね。うわー、投げられる。あ、次俺だ。あ、いけます。一人で喋れる気しないですか。あ、お願いします。友達の家で実況してるみたいな。いやそういう感じになった。もうそのノリでいいと思いますよ。あ、そうっすか。ちなみに僕なんてこうやってマイクで喋るの初めてですから。あ、そうっすか。はい、今日人前にはあんまり出ないっていう。あー、なるほど。いや、まあ僕もなんですけど、基本外野の役なんで。あー、でもいや、もう安定してますね。安定してますよ、ね、今日のダルシュも安定してますね。いやーこのテレポートがうまくいきすぎてる。ほぼ一方的に近いですからね。一方的ですね。うわー、しかしスライディングを投げる。あー、ワープで昇竜拳。使い方うまい。おお、いやー、これはいや、もう牽制がしっかりして、もう仕方ない。これは仕方がない。もうすごいな。しかし削りましたね。削りも削り。おー、うまっ。中盤で。あー、いや、わかりません、ね。まだわかりません。すごいな、これ。しっかり止めてくる。あー、すごい。オリルがうまい。玉を昇竜で避けてもダメです。玉昇竜で避けても、その後にやっぱりヨガファイヤーも手癖足癖が悪い、このダルシム。次は何ですか。次がタストさんが終わったから破天荒さんに。破天荒さんですか、次は。いやー、すごい。これは龍か。さあ、どうなるかですね。早くタッツさん帰ってきてくんねえかな。俺になんか喋らせてるかな。もう限界だぞ、僕は。辛いぞ。 ありがとう。なんだかんだでみんな喋っちゃう。で、これは破天荒さんの、もし川島さんが勝ったら、一応これで川島さん暫定1位ですね。で、これで、2位の金子さんおよび友座さんとの争いで勝った方が決勝ということになりますね。そうですね。あー、でもさっきの試合怖かったな。もうだからこっちが竜巻をその出そうとしたらヨガファイヤーかなとか思っても、それを川島さん読んで、そのヨガフレームなんですよね。で、それで竜巻の俺が食らっちゃって、そのこういうふうに破天荒さんのこういううまさで当たればいいんですけど、俺とかも全然ダメで、多分一定のその遠い距離の間合いで川島さんがもう完全に見えちゃってる間合いなので、もっと俺とかが攻めながら行かなきゃいけないんですけど、完全にビビっちゃってて、ダメなんですよね。さあ、さあ、今の、さあ、今の、さあ、いける、さあ、いける、あー、投げる。さあ、どけ、さあ、さあ、頑張れ、さあ、破天荒さん、いけるか。わー、いや、わからない。あー、すごい。これで、川島さんが、いいですね、これ。暫定1位ですかね。川島さんが暫定1位ですか。いやー、今のは、友座さんのバイソンと、金子さんのガイルガーで、暫定2位を決めて、それで、川島さんと決勝戦をやるということになります。おー、なるほど。
準決勝は1試合勝負 1回勝負 でそれで決勝戦の川島さんとの試合は 3本勝負3だけ、はい、さあ、準決勝、友澤さんのバイソンと、金子さんのガイロ2位決定戦となります。さあ注目の、金子さんのガイルと、友澤さんのバイソン2位決定戦、さあ一発勝負、さあどうなる、さあタイムストーンジポジトニック、中足パシパシと言って友澤さんこのパシパシと進めて素晴らしい、さあここでやって、さあ今のはすごい、この友澤さんのラッシュ素晴らしい、一本取りました。さあこれで2位リーチ、さあ3人目どうなる、さあ裏剣、さあソニック、ソニック、ソニック、レシー、ソニック、さあ、チワシー、さあ、ソニック、さあ、これで今のが金子さん1本取って、さあ、お互い2位リーチ、さあ、注目の3本目、さあ、ソニックパンチ、さあ、裏剣。さあサマショーザベシベシサマ、さあソニック、ソニック、さあ金子さんがかなり有利、さあ今のトムさんにもスパコン当たったが、しかしここでいくよ、さあ素晴らしい安定で金子さんが2位になりました。で配信をしているのに誰もいなくなるってこれどういうことだ、リスナーの人とかもいるんじゃないですかこれ。あ、おかえりなさい。決勝戦ですね、第22回四季のおすすめ決勝戦、1P 側、金子さんガイル、2P 側、川島さんガルシムとなりました。でもこれ見応えはありそうですね。見応えはありそうですね。特にガイルガッツ、お互いスパコンは溜まってますし、あーでもやっぱりガイル、しっかりしてますねガイルの方。恐ろしい。あーでもそこを負けじと、あーコツコツ攻めていく。やっぱり2人とも非常に百戦錬磨なんで。そうですね。でもここでスパコンを使ってしまったのでこっちはまだ残っているとはいえ。残り1秒、まだ分からないです。さあ残り3秒、2秒、1秒、あーいけるかいけるかい、あー危ない、タイムオーバーが出ましたね。非常に怖い試合、これは面白い。さあ2試合目、さあソニック、おーソニックギリギリギリですね。あーしっかり潰してくる。さあもう対空もバッチリ、おーそこで投げを通して、あーまだ来てくる、いやーこれはすごい、いやー、おこれはいけるか、いや、おーおーおお、投げも入ったよ、スパコン決めて、安定ですね。それで1対1、1対1ですね。さあ次で決まります、ね、これ3試合勝った方が優勝という形になります。3試合勝った方が優勝、うん、あ、じゃあまずとりあえずこの1回が勝てれば、まあ、の流れに乗れますね。そうですね、そうですね。どうなることやら、今勝ったのでその流れをダルシムナが持ってきたい感じですけどね。いや、やっぱりそうですね、ガイルがちょっと画面端いじるのが辛い感じですかね。この攻防からガイル側がどうやって決定ですか、はい、攻めましたね。そこで、ここで、さあ、さあお互いまたスパコンが溜まる状態、どこで仕掛けていくか、ここで仕掛けてきた、おーっとこれは当たってしまった、これは仕方ない。これで川島さんがよく見てましたね、取りました。スパコンの決め方がやばい。さあ2試合目、これが、これが2、これでこれで、3試合勝ったら優勝、
3試合勝ったら5本勝負みたいなの。そうです、そうです。まず1本目を制したのは川島さん。そうですよ、なるほど。あーもう端っこの攻防、そうですね、流れを持ってきてますね。この川島さんのものすごい攻めるダルシムに対して、この金子さんがどうやってうまくさっきみたいにお取るか、もうちゃんとこう 見えてますね。見えてますね。あと読み的な部分というより、そのなんて言うんでしょうね、展開展開の中でのこの前からのこの前後の攻防を覚えてやってるという感じがありますね。その辺がこの百戦錬磨のこの方々の強さですね。格ゲーにはやっぱ知識も大事っていうことがよくわかる試合になってますね、これ。さあ残り10秒。いやこれはどっか、これは今のシューキックはものすごい重い。いやこれはきつかった、これは。ないですね。さあ精神的にはかなり川島さんが有利になった。そうですね。さあここは本当攻めのダルシムと本当守りのなんかガイルみたいな感じになってますよ。ガイルとすれば。ダルシムのこの手足の部分に一発で決める部分、ね、さあここだ。さあしかしあのテレポートのさこれ、さあかなりラインが減ってるからこれまだ分からないですね。ここおーうまい、これはこれを食らった。さあどうなるのか、これは痛い。いやでもあさあこれで川島さんがリーチとなりました。これは厄介。ここから金子さんが、いやでもまだ、逆転の3試合選手となるか、ね、それともこのまま川島さんが3連続勝利で優勝となるか。最後のライフがある限り、ね、望みはありますから、これはぜひとも頑張っていただきたい。ファイヤーファイヤー、本当ちょっと手に汗握る感じの戦いになってきましたね。一進一退の攻防が続きます。しまった、ここは辛い。さあここダルシムゾーンだ。さあ金子さん頑張れ。おーおいや、おおおーここはパシッパシッと、はい、素晴らしい。しっかり3コンボガッツリ決めてきました。さあこっからか、こっからガイルがもう乗り返すか。おい、あいいですね。しっかり対空、これはかなり有利だったの。落ち着いてきてますね、これ、はいはい、お投げさせねえぞと。はい、しっかりガード、ここはでかい、これはでかいぞ、ガードできたのは。ほら、手出させねえかんなと。うわ、素晴らしい。残り20秒。ここはダルシムを攻め、あーい来た、強気に攻めてきた。あー来た、これがダルシムの怖さ。ダルシムの投げの範囲は広いですね。今の残り7秒の間のこの守りの部分に対してそうですね、全く川島さん見逃さなかったですね。こうやってマイクで喋ってるけど、なんかこうあまりにも熱中して見入ってしまうという。見入ってしまいますね、そうですよね。いい戦いっすね。ああここで、ああまたこの、おっここで逆に返してきたが、テレポートで反対側に。さあここからが辛くなってる。ここでどうなる。ここはここで橋本さんがなんとかガイル側決めていきたい。おーよし、裏剣はでかい。あー動いてしまった。すごい、これは辛かった。はい、おめでとうございます、第22回、四季の細道、今回の優勝は、川島さんになります。おめでとうございます。川島さんおめでとうございます。じゃあ優勝者軽いインタビュー、ピースサインやってます、川島さんです。おめでとうございます。おめでとうございます、川島です。川島さんは最初からダルシム使われてたんですか。いや最初はザンギーから、あザンギー使って、あと剣使ってて、で、そうですね、初めの頃はザンギーで
今から8年ぐらい前ですかね、ザンギでやり始めて、そしたらあまりにもですね勝てないもので、たまたま近くにですね強いダルシム使いナスさんという方がいて、その方を見ながらカワシムじゃねえや、その頃はね名前が違ったんですけど、ダルシム使いようって話さんに言われて、それでダルシムを使いようになって、なるほどですね。あ、でも最初の頃は、ね、初心者のダルシムで、周りは、話さんでしょ、焼き鳥でしょ、バイパーでしょ、もうねその辺のメンツでやってたんで、だいぶ授業料は払いましたけど、まあ、そのおかげで今の経験値がある。川島さんのダルシムは非常に攻めのダルシムですごいなという印象があるんで、そうですね、ちょっとね、まあ、リスクもありますけど、まあ、リターンも結構あるんで、いやおめでとうございます、ありがとうございます、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、はい、それでは今日もお疲れ様でした、お疲れ様です。じゃあまた来週もよろしくお願いいたします。デートらしきこのように、池袋駅から東武東上線の20分のこの四季駅から、駅の近く、1分で着くゲームセンター、このデートなしきの方から、毎週金曜日、対戦会をご覧いただきます。初心者も大歓迎、若い人もいて非常に和気あいあいとこのようにやってます。どんな方でも、どんな方でも、そう、どんな方でも参加できる非常に楽しい、雰囲気で毎週このように、そう、ちょっと私事なんですけど、はい、私としてはあんまりこうなんだろう、こうなんかね、どういう人みたいなのを型にはめるのがあんまり、ね、まあ、例えば自分めっちゃ初心者という、ね、まあ初級者という括りであっても、やっぱり、こう気持ちでやっていくと、どんな方でも、ね、そうそう、どんな方でも、もちろんあの厳しい試合とかはできてきてしまうんですけど、それはもうやってきた差というか、そんなねどうしようもないことなんで、そこはもう、そう、なんつったらいいんだろう、あまり、そうそう、どんどんやったらいいと思います。すぐ始めたばかりの方でも勝てる様子とか可能性がかなりあるゲームで、そうですね、面白い、まあ、キャラ選びとかで、そうそう、私も始まった数ヶ月のロードさんの武器で負けて、あ、まあ、そうなんですよ、そういう要素が面白いんですよね、絶対がないっていうところが、そう、絶対いくらなんでも、まあ、その一回は勝つ日が後からやってる方とかもあるかもしれないんですけど、そう、なんかそれで、まあ、後から始めた人を追いかける形になって、一回勝っても、まあ、そういうことはそれはあったとしてもね、結局そこから先も大事なので、そのなんだろう、あんまり回数とかにはこだわらず、そうですね、まあ、苦笑いなくてやれる対戦会っていう部分があるっていう、まあね、まあ、自由にお金入れてやればいいじゃないですかね、はい、本当に、ね、この式、デートの式の常連の音ゲーやってる方、他の格闘やってる方も参加されてる、ね、そうそう、本当別に、どうしても参加費かかっちゃうんですけど、なんか別に今日初めて触っても参加して別にまずいとかないので、ただちょっとそうなると負けてしまう可能性が高くなるっていう話なんですが、まあ、それでも本当に全然参加は自由っていう考えだし、あと逆になんか、あの、出た今日は大会的なんじゃないっていう時は対戦会だけでも全然いいと思うんですよ、あのご用聞きみたいに今日どうしますかって聞いても、まあ、あんま出たくないって人はいないと思うんですけど、なんか、まあ、参加自由、そう、そんな別にそれによって、大会人数とか別にそこを増やすとかを目指してるっていう、まあ、多いと嬉しいですけど、ちょっと言葉の説明が難しいんですけど、そこばっかりじゃないつもりなんで、まあ、本当に第一は対戦ができる場所とか、そういうきっかけの感じなんでね、まあ、ちょっと話全然まとめられなかったんですが、これからもよろしくお願いします。はい、とにかく私からデートなしき非常に楽しいゲームセンターなので、ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。では、今週もありがとうございました。また来週、お会いしましょう。ご自愛いただきます。
Oh!
はい、では、そろそろ配信切らせていただきます。本日もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。この対戦終わり次第終了といたします。よろしくありがとうございました。